ワイキキの朝、まだ観光客の少ないビーチでヨガを行っている人たち。波の音を聞きながら指導しているのは、指圧&マッサージセンターのデニスさんです。ヒーリングの土地として有名なハワイで、自然のエネルギーをいっぱい受けながら行うヨガが静かなブームとなっています。こうしたビーチや緑の芝生で思いっきり体を動かせるのはハワイならでは。ヨガは1回の受講でも OK。 せっかくハワイに来たのだから、ここでしかできない体験をしてみませんか。 Yoga feels good to stretch and warm up your body. I love morning yoga. It's so much fun. 指圧&マッサージセンターはクヒオ通りワイキキトレードセンターの2階にあります。午後からは室内でボールやロープを使った体操、ダンサーであり人間の体についても深い知識を持つデニスさんが、体の筋肉に沿ったスポーツヨガを生み出しています。普段動かすことのなかった筋肉を使うのでとても爽快。初めての人でも大丈夫。すごく面白かった。あの初めての経験。体が温まったところでマッサージ。指圧やロミロミはもちろん、その人の体調に合わせたオリジナルのマッサージを受けることができます。もちろんマッサージだけでも受け付けています。シャツマッサージセンターは毎日午前9時から夜11時までやってます。ぜひ来てください。ありがとうございました。アロハ。